こんにちは、サンチャ生態院の関野です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日は火曜日の配信分ですね。火曜日の配信なんですけれども、ですね、やってみた動画はですね、今回はお休みになっております。非常にですね、やってみた動画のですね、反響が大きいというかですね、まあ一番人気だというですね、お話もいただいております。で、僕自身がですね、他のゴッドハンドの先生方のね、手技紹介できたので、僕自身もですね、楽しいし幸せだなと思っておりますので、まあそれも楽しみにしていただければと思います。まあただ今日はですね、ゴッドハンド通信で、やってみた動画ではありません。なので、関野の独り言という感じでですね、簡単にですね、お話をさせていただきたいと思います。まあ以前ですね、僕おすすめの本と、まああれですよね、ファスティングやってた時というかファスティング僕やるんですけれども、定期的に、まあそれに関係するですね、栄養の本、栄養学の本ですね、紹介させていただきました。まあその反響もね、多少なりともありまして、まあ施術とかなんかそういう治療系の本って何かおすすめありますみたいなことをですね、聞かれたことがあります。なので今日はですね、関野のおすすめ本第2弾という形でですね、まあ、治療のやり方っていうのは僕はまあですね、今現在そこまで本を読んでるとかっていうわけじゃないんですけれども、僕がですね、昔からもうこれは学校入って学校卒業してからすぐにですね、購入した本になります。実際に学校出て学校で勉強したい、結構ね、僕頑張ったんですよ、学校。成績もですね、それなりに優秀でですね、卒業したんですけれども、いざ現場出たらですね、もう何もできないというかですね、もう手も足も患者さんの前出ない状態だったので、もう改めて勉強しようという形でですね、めちゃめちゃ本を買い漁ったその中のですね、今でも生き残っている2冊ですね、こちらをちょっと紹介させていただきます。はい、でですね、2つ今日あるんですけれども、まず1つ目ですね、これです。じゃん、まあ今も多分売ってると思うんですね。かなりバージョンアップしている状態だとは思うんですけれども、何か ID 触診術というですね、本になります。付箋がいっぱい貼ってありますね。多分昔の勉強した名残かなとは思うんですけれども、どんな本かって言ったらですね、もう文字通り触診術です、まあ、解剖学の本だと思っていただければいいと思います。はい、で僕ですね、ちょいちょいこの動画、ゴッドハンド通信で触り方、僕のセミナーだとかね、 DVD とか見ていただいてるね、来たことある先生、見たことある先生はですね、僕結構触り方うるさいんですよ。触り方だけで結構時間取ったりするんですけども、その触り方の基本となるですね、だから解剖学の方で筋肉ですね、筋肉のですね、ちょっと分かりやすい広背筋とかでいいか、筋肉のですね、触り方になります。まあ、起死停止だとかね、筋肉こうついてますよとか、作用ありますよっていうのがですね、もちろんなんですけれども、実際ですね、ここをこう触っていくと、この広背筋のどこどこにつながりますよみたいなですね、分かりますかね、ピントが合わないですね。中殿筋でいいか、中殿筋になります。付箋貼ってたね、中殿筋になりますよ、ピット。なんかこんな感じでですね、触り方っていうのをですね、細かく指導している本になっております。はい、これがですね、まず僕のベースと今なっております。だからですね、いろんなやり方、僕ですね、先生方に紹介させてはいただいてるんですけれども、全てこの触り方がベースになってですね、作られているものではありますよってことですね。これがまず1冊目。2冊目、じゃん、これですね、図解姿勢検査法という本ですね。はい、これ僕1店舗目ですね、学校卒業して勤めたですね、美容整体院のところで、非常にここは活用しました。姿勢とかって結構見る先生多いと思うんですけれども、実際僕も姿勢を見てですね、施術の方をしていたんですけれども、ちょっと見てもらっていいですか、もうアンダーライン超引きまくってますよね。付箋も貼ってるし、アンダーラインとかもう全部こう引きまくってる状態になります。これはですね、解剖学的なことでですね、体はこういうふうに、バランス崩れていきますよっていうことが書いてあります。非常に分かりやすいです、これは。例えばですね、頭がこう前の頭部前方移動したらですね、どこの筋肉がどうなって、どこの筋肉が引っ張られて、どこが縮んでるとかっていうことが書いてあります。はい、これをですね、分かりやすく書いてあります。
今流行りじゃないですけど、流行りって言ったらね変かもしれないですけど、アナトミートレインとかの本もあると思うんですけれども、アナトミートレインに似てるのかなとは思います。でかつ現場で使えるような感じの本になってますね。アナトミートレインだと、ね、どことどこがつながってますよみたいな解剖学的な本になってると思うんですよ。僕が読んだ感じそうなんですよね。それをじゃあ現場でどうやって実用化していこうみたいなですね、風になっていくと結構うーんっていう風な話にはなってくるんですけれども、それはですねこれが結構基本的なことはカバーしてくれているような本になるので、もう10年以上僕はこれ読んでる本ですね、うん、結構ベースになったりとか、なんか忘れかけてたらこれ基本中の基本に戻ってくるような形ですね。骨盤と足がこのように前に出てきたらどこどこが筋肉がこうなってるからだよってことが書いてあります。これを参考にですね、やはり患者さんの構造的なものっていうのを改善しているのが僕のベースにはあります。今日はですねこの2冊ですね紹介させていただきました。本当にこれが僕のですねベースとなっている本になります。 ID 触診術、解剖学的なことね、でさらにこっちもそうなんですけども解剖学的なものですけれども、図解姿勢検査法、こちらを紹介させていただきましたので、まあ、もしですね近くに本屋があるようでしたらですね、医学書とか置いたらね大きな本屋行くのであればぜひですねチェックしていただければと思います。はい、またねこんななんか僕がおすすめ本を紹介してるだけですけれども、反響があればですね、続けていきたいなと、うん、なんかこんな本を読んで治療法勉強しましたよとかっていうのね、気になるのであればリクエストいただければお答えしていきますので、遠慮なくですね質問やリクエストいただければと思います。はい、それでは本日の動画以上になります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。